私はリエ、ごく平凡な会社員。今年職場の定期健康診断を受けたら、去年より体重が1キロ増えていた。このまま油断したらどんどん太っちゃうかもな、気をつけなきゃ、くらいにしか思っていなかった。ちなみに詳しい数字は言えない、言いたくないが、体重自体は至って平均値。もともと体を動かすのが好きで、ジョギングが習慣だったし、家でできる軽い筋トレなんかもしている。さらにバランスのいい食生活や規則正しい生活リズムを心がけている。だから健康診断の結果も軒並み A 評価で、保健師さんとの面談も、とてもいいですね、これからもキープしていきましょう、という感じですぐ終わった。当時同棲していた彼氏に軽いノリで体重が1キロ増えたことを話したら、お前の作る料理が悪いんだよと散々罵られた。ちなみに彼氏は体重が6キロ増えていて、それも私のせいにされた。あのな、私は知っているんだぞ、お前が日常的に夜中カップ麺こっそり食べてることを。しかもこないだ私がチートデイに食べようと思って買っておいたペヤング勝手に食べただろ。腹が立って次の日からカロリーを大きく抑えたヘルシー料理にしたら、彼氏が星一徹みたいにちゃぶ台、本当にちゃぶ台使ってた、をひっくり返して料理をぶちまけた。こんなもん食えるか、昨日までのレベルの食事に戻せ。だとさ、体重が増えたのは私の料理のせいなんでしょ、だからローカロリーの料理を作ったんだけど。料理のレベルは下げるな、でも体重が増えたらお前のせいだ、とヘラヘラ笑いながら言われた。さらに、言うこと聞けないんだったら結婚はなしだな、ああ明日プロポーズしようと思ってたのに、とわざとらしくため息なんかついてた。私は一瞬で冷めた。自分が理不尽なこと言ってるの分かってる？私はもうあんたとは結婚したくない。体重だの料理だのの話になるまではあなたと結婚したかったけど、もうどうでもいい、同棲解消ね、別れましょう、さようなら。彼氏は、え、冗談だよと蚊の鳴くような声で言ってて笑えた。私はとりあえず身の回りのものだけ持って出て、しばらく姉のアパートに泊めてもらった。おそらく彼氏のアホ花畑脳内では、こいつはアラサーだから俺と別れたら後がない、結婚をちらつかせながら別れを脅しに使えば言うこと聞く、となっていたんだと思われます。今までそんな一面は欠片も見せなかったから、結婚前に分かって本当に良かった。健康診断も受けてて良かった。私は一人でサクッと新しいアパートを借りて引っ越し、共通の友人も多かったけど、元彼とはそのまま疎遠になった。その後、私がフリーになったと知った兄の友人から交際を申し込まれた。実は俺、ずっとリエちゃんのこと好きだったんだ。彼は本当に優しくて誠実で、プロポーズされた時も本当に嬉しかった。結婚後には子供も生まれて、夫婦共働きで忙しくも充実した日々を送っていた。気づくと元彼と別れてから6年も経っていたある日、夫のスマホにロミオメールが来た。君の夫の秘密を教えてあげるよ、彼は海外からカメを密輸している、これって法律違反だよ、君も共犯ってことになっちゃう、このウェブサイトを見て、と元彼自作らしいウェブサイトの URL があった。見てみるとカメの密輸に関するデタラメな法律がそれっぽく書かれていた。な、やばいだろ、君が夫と離婚して僕と結婚して僕を扶養に入れてくれるなら助けてあげるよ、連絡を待ってる。夫婦一緒に泣くほど笑ったのはこれが初めてだった。その労力と時間を他に回せよ。どうやら元彼、私と別れた後に会社の同僚と付き合ったらしいのだが、その新しい彼女に対してもいろいろとやらかしたらしい。結果破局した上に職場に居づらくなって退職。もともとコネで入社して大して仕事もできない人だったから、再就職も難航しているそうだ。それで扶養に入れろとか。そもそもどうして夫のスマホにメールが来たかというと、元彼が私の母に現在の私の連絡先を教えてほしいと土下座したらしい。しかしもともとそそっかしいところのある母が、さらに元彼の土下座で動揺したために、うっかり夫のメールアドレスを教えてしまったのだそうだ。本当は何も教えず追い返すべきだったと母もすぐに気づき、私と夫に電話で謝ってくれたが、実は私たちはワクテカしながら元彼からの連絡を待っていた。そしてあのメールとウェブサイトである。一周回って母ナイス。
夫である私に直接送るなんていい度胸してますね。密輸って何ですか？ポケモンのゲームでゼニガメを64体持ってますけど、密輸になるんですかね。ふっ。元彼からの返信はない。どうやら母はあの人カメをいっぱい持ってるのよと元彼に話したらしい。嘘ではないね。母ナイス。でも小さい子供がいるし念のため引っ越した。さらに元彼に引っ越し先を教えないように友人知人に根回しをした。もちろん例のメールと URL と一緒にいきさつをしっかり伝えておきました。別れた当時はひたすらムカついていたけど、おかげで今の幸せがあるし、最後に爆笑エピソードで締めくくってくれたので、ある意味感謝している。